2005年イラン大統領選挙は、イランにおける9回目の大統領選挙で、2005年6月17日に第1回投票、6月24日に第2回投票が行われた。強硬派のマフムード・アフマディ・ネジャード・テヘラン市長が、第1回投票で、得票率19.48%、決選投票で61.69%を獲得し、大統領に当選した。 アフマディ・ネジャードの決戦投票での勝利は、そのポピュリスト的姿勢、特に貧困層とその経済的苦境の解消を訴えたことが大きいと考えられている。投票率は約60%に達した。これは選挙戦当初にアメリカ合衆国がイランでは多くの人々が選挙権を制限されているとしたことに対する反発の表れでもある。 前大統領モハンマド・ハータミーは連続2期8年を超えないというイラン・イスラーム共和国憲法の規定に従って2005年8月2日に退任した。立候補届出者は1000人以上に及んだが、ほとんどが監督者評議会の審査で失格となった。監督者評議会はイランのすべての政治的選挙において候補者審査の権限を持つ。第1回投票での候補者は7人。 混戦となり、翌週の決戦投票へ駒を進めたマフムード、アフマディー・ネジャードと元大統領アリー・アクバル、ハーシェミー・ラフサン・ジャーニーの得票数の差もわずかな、ものであった。ラフサン・ジャーニーは、政治的には中道を唱え最有力候補と、考えられたが、決戦投票でアフマディー・ネジャードに敗れている。また改革派の候補もスタッファー・モイーンは、選挙戦に失敗し、 1> 第1回投票で第5位に終わった。2005年の大統領選挙は、決選投票までもつれ込んだ初めての大統領選挙である。決選投票前には、左翼票が分裂して恩恵派、ジャック・シラクと極右のジャンマリー・ルペンが、決選投票に進んだ2002年のフランス大統領選挙と比較され、ラフ・サン・ジャーニーが、シラク、アフマディ・ネジャードが、 ルイコールペンの役回りとなった。これは、アフマディー・ネジャードの予想外の獲得票やそれぞれの政治的立場の類似のためである。しかし決戦投票の結果が明らかになると、反、アフマディー・ネジャード派が勢力結集に失敗して、無力さを露呈し、穏健派候補ラフサンジャーニーが敗北したため、この比較は無意味なものとされた。第1回投票の後、 1> 第1回中間集計で首位となったものの、最終的に第3位にとどまった恩恵現実ハメフリーキャルービーらは、モスク組織、イスラーム革命防衛隊、バスイジが、アフマディーネジャード支持のために違法な動員を行ったと、非難した。これについてキャルービーは、最高指導者、アリー・ハーメネイの息子モジュタバー・ハーメネイが、介入したと明確に主張。これに対して、 アーヤトンラー・ハーメネイは、キャル,ルービーに書簡を送り、右の発言は、キャル,ルービーの威信を傷つけ、イランに危機をもたらすものであり、容認できないと述べた。キャル,ルービーは、書簡を受けて、ハーメネイによって認じられた最高指導者顧問、公益判別会議議員を含むすべての公職の辞職を表明した。翌6月20日の、エグバール、早ノ脳、 アフターベイアズド、エッテマードなどの改革派閣市長官では、キャルービーの主張を掲載していたため、テヘライ検察庁長官、サイード・モルタザビーは、長官の発行を差し止めた。首位候補、アクバル・ハーシェミー・ラフサン・ジャーニーも票を誘導する、組織的で違法な介入が行われたとして、キャルービーの申し立てを指示している。また改革派政党イスラーム。 イラン参加戦線を含む一部の政党は、アフマディ・ネジャードは、監督者評議会に選任された選挙管理者による、不正な支持と宣伝活動によって、第2位になっただけであり、このような選挙法で中立を定められる、選挙管理者のこのような行動は違法であると、非難している。さらに改革派新聞、シャルグはイスラーム革命防衛隊最高指導者、代理人、 モバッヘディ・ケルマーニーのつつましく最低限を維持し、浪費しない者に投票せよとの声明を指摘。これは明確にアフマディ・ネジャードを指すものであった。これら多くの議論は監督者評議会の違法な活動を指摘している。選挙前に事前予測で唯一アフマディ・ネジャードを首位候補とする世論調査を発表したこと、選挙当日の投票進行中に 部分的投票結果を発表したこと、内務省発表の部分集計でアフマディ・ネジャードが第3位であった時点で第2位としていたことなどである。これについては、ハータミー大統領は数回にわたって内務省に赴いて確認し、また、評議会にこれ以上いかなる部分集計も発表しないよう明確に要求している。2005年イラン大統領選挙における候補者の 選挙活動イスラーム共和国政府、特に最高指導者ら交換は投票率に重大な関心を寄せていることを明らかにした。これは一部有権者が現体制行政への反対票として最高指導者と関係が疎遠な候補への投票を考えていたとしても投票率そのものが市民の現体制への支持を示すものと考えられたためである。投票率は 1> 第1回投票で約63%であった。海外に亡命し、反体制派、応答派に属しつつ、市民権を持つ人々、また国内の知識人の一部、少数の改革派は現体制への反対を示すものとして選挙をボイコットした。このボイコットはまた登録候補者に対する拒絶でもある。イランにおける大統領の権力機構における役割は、 突出したものではなく、就寝の任期を持つ最高指導者の陰にあるもので、また全ての候補者は立候補、選出というプロセスを踏むことで、政治的圧力を反対派にもたらす体制を補強していると考えられるからである。このボイコットにおける指導者で著名なものに、ジャーナリスト活動をめぐって、エビイン刑務所に就監中で、ハンガーストライキを行っているアクバル・ギャンジーがいる。一方で。 知識人には、ボイコットに反対の立場を取る者もいた。こちらにも欧米、国内在住の重要人物が、その支持者、一般に選挙への参加と投票を要請している。これは、危険が背景に、イスラーム革命防衛隊組織を持つ三人の保守派候補の当選につながると考えたためである。このような立場を取った者で著名なのは、エブラーヒーム・ナバビー、マスード・ベフヌード、 ハシャーヤルデヒーミーラである。この立場の人々が支持したのは、アーヤトラー・ハーメネイーとの関係が、最も少ないと考えられたモイーンであるが、ラフサンジャーニーやキャルービーを支持した者も,もいる。第1回投票でモイーンが敗れ決戦投票になると、ボイコット支持者の多くは、ハーシェミー・ラフサンジャーニーを支持し、モイーン支持者ら改革派支持者の多くも、同様にラフサンジャーニーを支持した。 モインを支持した主要に政党であるイスラームイラン参加戦線及びイスラーム革命モジャーヘディイン機構も同様で、夫婦は宗教的ファシズムの勃興に対して団結をと訴え、またミエロは対立候補アフマディ・ネジャードを独裁思向と呼んだ。モイ自身は決戦投票では個人的には棄権するとしたが、支持者についてはファシズムの危険性を真剣に考慮すべきとして、 ボイコットはあり得ないと述べている。囚人の権利擁護協会理事長のエマード・ティーン、バーギーもラフサンジャーニー指示を発言し、ラフサンジャーニーを保守派のままであるが、アフマディーネ・ネジャードの原理主義よりも、伝統的保守主義の方が好ましいとしている。選挙の日程は、内務省と監督者評議会の協議により2005年6月17日と、決定、決選投票が行われる場合は、 1> 第1回投票の1週間後6月24日とされた。候補者登録は同年5月10日から5月14日までの5日間で、監督者評議会の要請があれば5月19日まで、さらに5日間延長されることとなっていた。候補者による選挙運動は立候補写真審査後にリストが発表されるまで禁止されており、 公式の選挙活動期間は5月27日から6月15日である。第1回投票での有権者は、イラン内外在住にかかわらず1990年6月17日以前、出生のイラン国民である。投票時間は、イラン時間9時開始、同19時終了の10時間であったが、内務省により、最終的には23時まで3回にわたって、延長された。また、 国外の投票所では移動がある。同日にはマジュレスの補欠選挙がギャチュサーラーン、ギャルムサール、ガズビーン、イーラーム、イーラーンシャフル、ジョルファー、マランド、サルバーズ、シーラーズで、さらにテヘランで2004年のマジュレス戦の決選投票が行われた。上記の日程以前に5月13日、5月20日、6月10日の3案があったが、 いずれも監督者評議会に拒絶された。これについて内務省は5月20日以降では小学校、高校の最終試験期間とぶつかるとして懸念を表明している。決選投票は6月24日で有権者は1990年6月24日以前出生のイラン国民。イランでの投票時間はイラン時間9時開始、同19時終了であったが、 1> 第1回と同様に内務省による延長があった。立候補の届け出は2005年5月14日に終了した。立候補届出者は総計1014人で、うち男性が90%以上を占め、女性は約90人であった。選挙法では、監督者評議会において審査される資格について定められているのみで、立候補届出にあたっての資格は定められていない。 立候補者は一般の選挙活動以前に監督者評議会の承認が必要である。ここでエブラーヒーム・アシュガルザーデやエブラーヒーム・ヤズディなどの不承認が予測された。彼らは2001年の大統領選挙、2004年のマジュレス戦で監督者評議会審査で不承認となっている。またモスタファーも委員も最も議論となる改革派候補で一部には 失格が予測されていた。この審査では、全監督者評議会議員で、全2回の大統領選では承認された、保守派、レザー・ザーバルイーが、不承認となる予想外の事態が発生している。女性候補もイラン憲法における曖昧な規定のため、不承認となる可能性が、極めて高かった。これは、大統領候補の資格としてのレジャール議長で保守派の、 コラームアリー・ハッタードイコール・アゼルによる要請によるものである。ただし、同書官が監督者評議会に両者の立候補を認めるよう命じたものか、単に再考を求めたものであったかは明らかではない。翌5月23日、監督者評議会は、モインとメフルアリーザーでの追加承認を発表した。承認候補の一人で保守派で、イラン・イラク戦争で司令官を務め公役。 判別会議秘書のモフセン・レザー・ E は6月15日に立候補取り下げを表明している。以下は、監督者評議会により立候補が承認された候補者。超党派改革派保守派、モフセン・レザー・ E の撤退が最も重要である。レザー・ E は監督者評議会で承認され6月15日、夕方まで選挙戦に参加した。 6月15日は最終盤の投票を2日前すなわち選挙戦最終日で時刻的にも期限ギリギリ数時間前の発表であった。レザー E の表明によれば国民の票の統合とその効果のための撤退であった。レザー E はその後他の候補を支持していない。その他立候補届で以前に出馬を断念した候補者もあり、 ごく初期の出馬断念から立候補届出直前の断念まで多岐にわたる。以下はメディアで真剣に取り沙汰された候補者の一覧。内務省から発表された結果は、マフムード・アフマディ・ネジャードが第2位となり、メフディ・キャルービーが第3位につけた。得票率では、ラフサン・ジャーニーが21.0%、アフマディ・ネジャードが19.5%とリード、以下キャルービー。 モイーン、ガリー・バーフ、ラーリ・ジャーニー、メフル・アリーザーでとなった。この時点でのイラン国内の有権者は4678万6418人で、投票総数は2931万7039票、投票率は62.66%であった。決選投票では、第1回投票で首位を確保した。 ラフサンジャーニーの35.9%に対し、アフマディーネ・レジャードが61.7%を獲得。ラフサンジャーニーの敗北は、第1回投票の改革派候補で、決戦投票では、ラフサンジャーニーを支持したキャルビーや、モインラの支持者を獲得できなかったことによる。第2回投票での投票総数は、第1回をわずかに下回り、 2795万9253秒であった。第1回投票時点から有権者数が約15万人増加しているため、投票率はおよそ59.6%となる。選挙の結果を表にまとめると以下の通りになる。ありがとうございます。